はい、今回のてるき塾は、コスパタイパを求めるなっていう話です。っていうのは、コスパタイパを求めるともう最小限の力で最小限の成果を出すというようになるんですね。っていうことは、めちゃくちゃいいものを作りにくくなっちゃうんですね。そこそこのものは作れると思うんですよ。そこそこに、あ、いいなと思うのは。でも、その本当にいいもん、いや、いいもんっていうか、その尖ったもん。尖ったもん作れなくなっちゃうんです。ちょっとイカれたぐらいのとこあったもん。例えば僕の政見放送っていうのはもうめちゃくちゃ時間とかもう、すげえかけてます。だからめちゃくちゃこんぐらいいろんなことを考えたりやったりした中の凝縮したもの、あ、これ使える、あれ使えるの中のちょっとしたものを使って合わせたものです。だからもう全部削ぎ落として無駄なものたくさんあるんですよ。で、凝縮したものが、あの政見放送なんです。でもその凝縮して、その使わなかったものを無駄になったかといえば無駄になってもないんです。他のことで使えたりとか、あ、これ、ここで使ったなとか、その、いろいろ後に、使えるようにとか繋がってくるんですよね。で、このたくさん出していくと、本当こんなちょ、このぐらいのレベル、このぐらいの、労力で使ってた、やろうとしてたことでは、導き出せなかったそのアイデアとかが出てくるんですよ。その100、50までやったけど、50まで考えたけど、できなかったことが100まで考えた、100の時に、あ、これでひらめいたとか出てきたとかあるんですね。で、それが使えたりするんですよ。もう、そういうコスパとかタイパ度外視でやると。で、コスパとかタイパを意識してやっちゃうと、損するのを避けようってなっちゃうと、その、尖った、アイディアとか、いかれた考えとか出てこなくなっちゃうんです。なので、無難、だからタイパとかコスパとか考えない方がいいかなと思います。もちろん考えるのも大切ですけど、本当にいいもんとか、本当に尖ったもんとか、本当になんかもう、何かもう創造的なものを生み出したいとか、もう本当に世界を変えてやるとか、もうそういった本当に、もうこれだっていうのを作りたい場合は、もうコスパとかタイパとかを考えてたら、生み出せません。うん、で、ある程度考えて、絞ってから、コスパタイパを考えていくってのがいいと思うんですけど、最初はもう、本当にまな板、大きなまな板、本当に、パソコンとかの、そうでしょ？なんかもう、大きな、その、なんつうの？その、パソコンでなんかこう、いろんな、こう、大きなこの、ね、なんか、画面なのか、その、まな板の上で、なんかその、ね、やるから、処理能力早くなるかあるじゃないですか。わかんないですけど。で、ちっちゃいやつでやっちゃうとね、処理能力低くなっちゃうとかもあるじゃないですか。だから大きく広げて、もうとにかくやる。とにかくやって、もうダメだくらいやる。やった方がいいと思います。そうした方がいいものが生まれます。まあ、無難に、まあこんな、そこそこでいいやっていうものであれば、もう、きっちりとそのタイパコスパを考えてやるっていうのがいいと思うんですけども、本当にもうこれだっていうものを作る場合は、生み出したい場合は、もうコスパタイパ度外視でやった方がいいかと思います。ということで、何かの参考になれば幸いです。ギガトン級の愛を込めて、後藤輝樹。お前より、ギガトン級の愛を込めて、後藤輝樹に愛を込めて、ちょ、もうカットで。ということで、皆様愛してます。後藤輝樹よりギガトン級の愛を込めて、お前ら愛してるぜ。